アニエス・バルダは、ベルギーのブリュッセル出身の映画監督である、ヌーベルバーグの祖母と呼ばれることもある。ベルギー生まれ、父親はギリシャ人、母親はフランス人。第二次世界大戦を逃れて、フランスに渡る、映画監督になる前は写真家として活躍していた。1965年の幸福で、ベルリン国際映画祭、銀マ賞を受賞している。 1985年の冬の旅でベネツィア国際映画最近失賞を受賞している。映画監督のジャック・ドゥミと1962年に結婚し、彼が死去するまで共にカイエパに対してサガン派と呼ばれた。息子のマチュー・ドミは俳優、娘のロザリーは映画衣装デザイナーになった。2017年にはドノスティア賞を受賞した。2017年の 第90回アカデミー賞で長年の功績を称え名誉賞が授与された。2019年3月29日、乳がんの試し去。カルティエ現代美術財団美術館の庭にある、アニエス・バルダの飼い猫、木の上のニニの像。隣は、インスタレーション作品、猫の家、英語版、ウィキペディア EN、アグネス・バルダ及び独語版、ウィキペディアで、アグネス・バルダ参照。 普通語版にはない。中条翔平、フランス映画史の誘惑。金子遊ぶ若林業、吉田裕美紀彦編、アニエス・バルダ愛と記憶のシネアスと、ネオネオ総書、2021普監督、アニエス・バルダが90歳で死去、ヌーベルバーグの祖母の異名映画ナタリー、2019年3月29日、普通映画監督のアニエス・バルダさん死去、90歳、ジジドットコム。 https://www.jiji.com スラッシュ jc スラッシュアーティクル ?k コール2兆190億3290万 1296&g コール int2019 年3月31日閲覧ありがとうございます。